自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた。その自分が今は大学をで就職をし、一人前の出張帰りのサラリーマンの一人としてこの町に来ている。東京には明日までに帰ればよかった。 2,3 時間は十分にブラブラできる時間がある。俺は駅の売店でタバコを買い、それに火をつけるとゆっくりと歩き出した。夏の真昼だった。小さな町の家並みはすぐに尽きて、昔のままの踏切を越えると線路に沿い両側にやや起伏のある畑が広がる。俺は目を細めながら歩いた。遠くにかすかに海の音がしていた。けれどもここに書かれてある言葉自体はなんだか楽観的な、この人たちの普段の気持ちとは離れて、ただ書いてみたというような感じがする。本当の意味のとか、本来のとかいう形容詞がたくさんあるけれど、本当の愛、本当の自覚とはどんなものか、はっきり手に取るようには書かれていない。この人たちには分かっているのかもしれない。それならばもっと具体的にただ一言、右へ行け、左へ行けと、ただ一言権威を持って指で示してくれた方がどんなにありがたいかわからない。私たち愛の表現の方針を見失っているのだから、あれもいけないこれもいけないと言わずに、こうしろああしろと強い力で言いつけてくれたら、私たちみんなその通りにする。誰も自信がないのかしら。ここに意見を発表している人たちもいつでもどんな場合にでもこのような意見を持っているというわけではないのかもしれない。正しい希望、正しい野心がないと叱っておられるけれども、そんなら私たち正しい理想を追って行動した場合、この人たちはどこまでも私たちを見守り導いていってくれるだろうか。でもよ、もっと上手な俺たちの使い道を人が思いついてくれたら、こんな悲しい話聞かなくていい世の中になるんじゃねえかなって思うんだよ。あまりに人は俺たちに振り回されすぎるんだよ。だって俺たちは人を幸せにするために生まれてきたはずなんだぜ。